ポッドキャスト。仏教で人生はもっと面白い。はい、皆さんこんにちは。藤田一生ポッドキャスト、仏教で人生はもっと面白い第10回をお届けいたします。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、はい、こんにちは。こんにちは、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最近、はいはい、楽しそうな対談が続いていらっしゃいましたね。ああ、対談自体は楽しいですね。はい。はい、はい。どんな方、緊張感もありますけど。ああ。はい、はい、はい。どんな方と、おとついかな、あれは。はい、あの、一番直近でやったのは、二日続けて三人と対談しまして、最初はあの、日本にほら、テーラワーダ仏教のブームを、作った立役者の一人の、はい、あの、スマナサーラさん、長老さんと、あの、はい、キーサ、あ、ゴータミー少女っていう、あの、幡ヶ谷に、その、彼の長老さんのあの、オフィスっていうか、本部があるんですけど、そこで話してきましたね。まあ、いずれ本になる、本にしようっていう、あの、もくろみでやってる、あの、もう一回するんですけど、4時間ほど話しました。はい、はい。ああ、そうなんですか。はい。でも、あれ本になるんですかね。よくわかりません。あと、それから、はい。その翌日に、昨日ですけど、はい、あの、空中浮揚で有名な、あの、ヨガの指導者の、成瀬正治さん先生に、これもまた彼の、あの、ヨガスタジオで話してきました。これは、あの、5月1日に、オーガニックライフ東京っていう大きな何万人も集まるらしいですけど、延べ、あの何日間かにわたるヨガを中心としたイベントで、はい、僕もその一つのあの、なんかあの、プログラムの一つとしてワークショップ形式であの、座禅をやるんですけど、はい、それとは別にあの、成瀬先生と達人対談っていうのを、あの、果てしなき内的探求、っていうので瞑想についてこう話すんですけど、まあぶっつけ本番やるよりはあのちょっと顔見せっていう形であのどんなお互いどんななのかっていうかその、はい、あっといた方がいいだろうということで1時間ほど話してきました、ね。ああ、なるほど。はい、僕はあの、はい、面識はないですね。あの本は読んでたんですけど、はい、空中浮揚の本から始まって、こんな人が本当かって、でも本当に浮いてるようにしか見えないですからね、飛んでるというよりは、2メートル近く浮き上がってる写真ですから。お、高いですね。まあ、そういう興味は。昨日は浮遊しなかったんですか？ああ、それはしないです。あの、話はだいぶ浮きましたけど。浮遊しました。はいはいはい。まあ、僕は達人なんかじゃないんで、あの、達人と、あの、ヨガのど素人が話すみたいなことになるか、なるかもしれませんけど、まあ、でも、こんな機会なかなかないので、楽しみ。そうですね。はい。なるほど。で、その後は、同じ日ですけど、移動して、あの、漢詩研っていう、あの、中国起源の武術を指導している、まあ、はい、武術家の、あの、三岡先生と、はい。あの、神田の神保町で、はい、これ3時間ぐらい話しました。これも多分本にしようって、朝日カルチャーセンターの新宿で3回、あの、禅と武術の出会いっていうのでやってきたんですけどね。まあ、それも元にして、はいはい、まあ、いくつか話、あの、この話ともう1回ぐらい話して、あの、本にしようかっていう話ですね。写真見ると、すごく、三岡先生とは、こう、和気あいあいとというか。ああ、もう何回も、ほら、一緒にコラボしたりしてるし、はい。まあ、いろんなご縁もあって、はい。あの、僕は話しやすい方ですね。ああ、そうですか。はい。わ、はい、かりました。いや、まあ、そういうのが続きましたね。いや、面白そうですね。ぜひ、その対談、はい、あ、もし、今度、
どなたのこう利権にも絡まないような機会がありましたら、いや、それはちょっと無理でしょうね。それは僕がセッティングしたわけじゃないので。ああ、そうですか。呼ばれた感じですか。それは使えないですよね。ああ、そうですか。ああ、聞きたいな。まあ、なんか、本になったら読めるでしょうし。ああ、そうですね、はい。あ、ちなみに今度、朝日カルチャーで伊藤博美さんとも対談なさるんですね。はいはい、そうです、そうです。あれ楽しみですね。ああ、これもドキドキですよね。何飛び出すか分からないから、あの人の場合。はい、いや、本もかなりスリリングで面白かったです。あ、読んでいただいたんですか。はい、読みました。ありがとうございます。はい、まあ、せっかく作ったから、なるべくたくさんの人に読んでいただければと思っていますけど。そうですね。はい、伊藤さんはサンフランシスコ在住でしたでしょうか。サンフランシスコの多分そっからは遠いんじゃないかな、まだ。でも同じカリフォルニア州ですけど。ああ、そうですか。はい、はい。今回は、まあ、その、伊藤さんのこともありまして、はい、衣装さんもアメリカに17年いらっしゃって、まあ、向こうで、うん、仏教のというか、禅の指導をなさってきたそうなんですけれども、はい、今回はちょっと、軽めにというか、その頃の思い出話をいくつかお伺いしたいなと思いますけれども。うん、まあ、17年、結構長いから、思い出話って、ね、切りないですけどね。はいはいはい。まず、どういう経緯で、アメリカに行くことになったんですか？僕が修行していたのは安泰寺っていうお寺なんですけど、はい。今は兵庫県の、日本海側の、山の中にあるんですけど、もともとは京都にあったんですね。はいはい、北区の玄宅っていうところにあった小さなお寺なんですけど、檀家が一軒もなくて、もともと安泰寺っていうのは内山光照老師っていう方、その師匠の沢木光道老師っていう、まあ、有名な老師が、沢木老師っていうのは宿なし光道って言われる方で、全国津々浦をこう巡りながら、はい、士官多座の座禅を、講義して回った方なんですよ。で、はいはい、沢木老師がその全国をずっと移動僧林って移動する修行道場って呼ばれてたらしいですけど、移動僧林をこうへめぐってて、はい、で京都に時々戻られて、そこでまあ休養するような場所だったんですね。うんうんうん、で、沢木老師の、の法を継いだ内山光照老師っていう方が、そこを内山老師はそんな移動体の健康問題もあるし、まあ、タイプとしてそんな、はい、出て行って話しするっていう方じゃなくて、はい、まあ、一箇所に留まって、そこで、縁のある人に報読みたいな感じのタイプの人だったので、はい、安泰寺が、まあ、修行道場になって、若い、雲水さんたちが集まるようになったわけですよ。で当時は、ヒッピーもたくさん京都にいて、はい、外国の人も集まってくるような、そういう場所だったんですね。うん、で僕の師匠になった時に、僕の師匠は、また新しいビジョンを持って、また内山師匠とはタイプの違う方だったし、うん、ので新しいビジョンを持って、それまでは宅発で生計を立てていたんですけど、自然から宅発しようということで、もっと大自然の中でっていう発想ですよね、京都の。そういうところじゃなくて、あともう一つは修行者がたくさん集まってきて、そのままの安泰寺ではもう環境的にそう狭すぎるし、周りにこう住宅が立ち並んでくるようになって静かに座っていられなくなったっていうこともあって、うんうん、まあ、いろんなそういう事情で移ろうということで移ったんですよ。で、はい、ちょうどその頃に僕の先輩にあたる方たちがアメリカの東海岸に渡って、ある縁で、ね、はい、その辺りにあるグループとの縁で、ささやかな禅堂を林の中に土地を買って建てたんですよ。まあ、京都の安泰寺を売ったお金の一部を使ったらしそうですけどね。ですので、1970年代の初めにそこに安泰寺の、まあ、支部っていうのかな、はい、みたいな形で、そのバレエ禅堂、パイオニアバレエ禅堂っていうのができたんですよ。はい。はい。それで、僕の前にすでに、一人で、4人のお坊さんが行っていたんですけど。はい、日本から。はい、はい。はい、安泰寺の方ですよね。僕の先輩の世代の方です。
で、だから直接面識とかはなかったんですけど、はい、6年ぐらいその安泰寺で僕修行してた、した頃に師匠からお前の先輩が建てた禅堂に行って、アメリカにあるんだけどそこに行ってみないかということで行ったんですよ。師匠にもまあ命を受けてと。ああそうですね、まあ命令というよりは向こうでね、人をいろんな事情でその僕の 前にいた方たちが日本に帰ってきたりボストンに移ったりして、誰もそこでそのまあ、住職に当たる役割をする人がいなくなったんで、はい、そのアメリカ人のグループが誰か一人適当な人をよこしてほしいっていう要請があったんですよ、うんうんうん、それで、僕に白羽の矢が立ったっていう、なんか、なんで僕なんですかって後で聞いたら、はい、お前安泰寺に上がってきた時から、あ、こいつアメリカ用だなっていうふうに思ったって言ってました。それはどうしてだったんでしょう。まあ、師匠の言い方だと、今まで言ったやつは内向的すぎると。うん。内向的すぎるんで、お前は全く反対で、はい。ほっといたらどこ行くか分かんない、こう、ぴょん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 、腰の軽い、まあ、軽薄な人間っていうか、まあ、外交的っていうのが、よく言えば。うん。だそれはアメリカ向きだろうっていうふうに思って、そのうち、うまくバトンタッチして、まだその僕の先輩たちがいる間に僕を送って、はい。と思ってたけど、そういうふうにならずに、いなくなったから送らなきゃってなったんで、まあ、僕、わしが思ってたのと違う、タイミングだけど、お前行ってみないかって言われた。なるほど。ご自分としてはその話はどうだったんですか？面白いなと思ったんですか？僕、それで、その電話で来たんですよ。というのは、当時、その、博多の妙光寺ってところで、はい、まあ、1年の予定で、安泰寺のような変わった寺じゃなくて、普通のまあ専門騒動みたいなところに行って、安泰寺の他がどうなってるのか見てこいっていう形で、外に出てたんですよね。はい、まあ、そこでまあ実態みたいなのをいろいろ見聞して、まあ、いずれは安泰寺は出て、自分でその修行の生活に入ろうとは思ってたんですけどね、お寺じゃなくて、どっかのまあ民家でも借りて、宅発しながら本読んでみたいな、成功不足の生活しようっていうようなことをまあ妄想してたわけなんだけど、うんうんうん、あんまり他のお坊さんと関わらずに、うん、もう、あ、で、安泰寺はまあいいんだけど、その普通のお坊さんってどうも話が合わないなっていう感じはあって、うん、まあ、関わらずにいるにしても、これなんかなっていう、先がちょっとこの先どうしていこうかっていうようなことを、まあ、ちょうど別に悩んだわけじゃないけど、考え出してたんですよ。はい。その時にちょうどその、師匠からそういう話が来て、うん。いきなりその電話で言われたんですね。まあ、30秒ほど、と思ったけど、1分以内だったと思いますけど、じゃあ行かせていただきますと。なるほど。僕みたいなんで良ければ、全く教えるようなこと何もないんですけどって言ったら、はい、お前は何も教えなくていいと。一緒にそこ、アメリカの人たちと同じものを食べて、同じ空気吸って、同じ苦労して、はい。一緒に座ってりゃいいっていうふうに言われたんで、そうしたら、それだったら行きますっていうことで、87年の7月に出発したんです。ああ、そうですか。それも全く僕は、計画、プランにはなかったんですよね。はい、はい。まあ、流れに任せてっていう感じですよね。うん、そんなに長くいることになるとは思ってませんでしたけど。まあ、じゃあまあとりあえず行ってみようかと。はいはい。行ったらまあ非常に面白い場所だったし、うん、仏教は非常に盛ん熱心な人が多いし、仏教のリソースっていうのがたくさんあるところで、それ全く僕日本では知らなかったけど、南方系の仏教の瞑想センターが結構大きなのがあるし、チベットの族チェンの人たちのコミュニティもあるしみたいな感じで、日本座妙法寺のピースパグダもあるし、はいはい、1時間以内、車で1時間ぐらいの県内にそういうのがいっぱいあるわけですよ。じゃあ大学でも仏教のプロフェッサーいて、授業もあるしみたいな、はいはいはい、ではその辺の楽しかったところはじゃあ次回に、ああ、はいはい。
だけど、あんまりそんなの、僕の個人的な話聞いても、あれなんじゃないですかね。まあ、僕が聞きたいのは、その、なぜその、マサチューセッツ、ボストンの周辺にそういった仏教の、いろんなところが集まってたのかとか。あ、それは偶然じゃないんですよね。それは実はアメリカのそれ以前の流れっていうのがあって。そうなんですよね。はいはい、なんかその辺を次回聞ければなと。あ、はいはい。思いますので。はい。じゃあ、はい、みんなが興味持つような形の質問してくれれば、それに答える形 で、ね、はい、答えるようにします。はい。だってそこで、今にもつながる出会いが、結構有名な方との出会いがたくさんあったんですよね。ああ、そう、そうですよね。なんかその辺が聞ければ。はい。はい、あ、よろしいでしょうか。はい。では、はい、第10回は、ではこの辺で、お別れしたいと思います。藤田一生さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、失礼します。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。藤田一生さんの詳しい情報は藤田一生公式サイト検索の上ご覧ください。また公式サイト内では藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。このメールマガジンは藤田一生さんが毎月2回お届けする直筆のメールマガジンです。座禅会や講演会でのエピソード、国内海外の仏教の今について、話題のマインドフルネスやボディーワークについて、ゲストによる寄稿コラム、読者の皆様からの Q&A など盛りだくさんの内容となっております。ぜひご登録の上お楽しみください。では次回またお会いしましょう。